スピロヘータとは、螺旋状の形態をした、グラム陰性の細菌の一グループである。モンナの由来は、コイル状の神を意味するギリシア語、シグマパイプシロンヨタロウカイアルファータウイータを、ラテン語に音写したもので、古典ラテン語の発音に従えばカナ表記は、スピーロカエテスである。他の典型的な細菌とは異なり、近体の災害側に、エンベロープと呼ばれる。 被膜構造を持ち、それが細胞体と弁網を覆っている。細胞壁が薄くて比較的柔軟であり、弁網の働きによって、筋体をくねらせたり、コルク抜きのように回転しながら活発に運動する。自然環境の至るところに見られる、常在菌の一種でもある。一部のスピロヘータは人に対して、病原性を持つものがあり、梅毒。 怪奇熱、ライム病などの病原体がこれに該当する。また、シロアリや木材植生のゴキブリの消化管に生息するスピロヘータは、腸内細菌として宿主がとった、難分解性の食物から栄養素を摂取したり、エネルギーを産生する役割に関わっている、可能性が指摘されている。現在、門の階級は、国際幻覚生物命名規約で扱っていないが、 2015年に門を含めるとともに設備時を統一することが提案が出されている。この提案では門名の候補としてスピラーケテオータが提示されている。最近の形態には玉型のものや棒状のものの他に換金と同様に細長い菌体が螺旋型になったものが存在し、これらは螺旋菌と総称される。螺旋菌はその回転数から 回転数が1回程度のもの、2から3回のもの、5回以上のものに区別される。1に該当するものには、コレラ菌などのビブリオ属が、2に該当するものには、スピリルム、カンピロバクター、ヘリコバクターが挙げられ、3に該当する、細くて、回転数の多いものが属に、スピロヘータと総称される。スピロヘータは、以前、細菌とは異なる。 別の微生物として考えられていたが、その後、研究が進むにつれて、細菌の一グループを成すものであることが判明した。2005年現在の細菌の分類では、スピロヘータモンは、独立したモンとして扱われており、以下、スピロヘータツナスピロヘータモクスピロヘータかスピロヘータ、族という、族のレベルまでが存在しているが、一般にはこの中で、 スピロヘータモンに属するものすべてを指す場合が多い。2012年現在、スピロヘータは以下のような位置づけにある。ただしスピロヘータの分類はまだ整理の途上にあり、今後変更される可能性がある。スピロヘータの一般構造両端から伸びた弁網を中心に細胞体が螺旋状に絡みつき、その両者の外側をエンベロープが覆っているグラム陰性の菌であり、 その螺旋形態はトガヤ族ごとにそれぞれ特徴がある。一般には0.1から0.54から250メートル程度の細長い筋体が螺旋状になっているものが多いが、中には500から600メートルほどの大型のものもある。スピロヘータは他の細菌とは異なる独特の構造を持ち、その基本構造は細胞体。 弁毛、エンベロープという三つから構成される。筋体の両端から、それぞれ伸びた弁毛に、ちょうど筋体が螺旋状に巻きつくような格好となり、それらすべてをエンベロープと呼ばれる、被膜構造が覆った状態になっている。このため他の弁毛を持つ細菌とは異なり、弁毛が直接外部の環境に接することはない。このような特徴から、スピロヘータの弁毛は、軸糸と、 細胞内弁毛ペリプラズム弁毛軸繊維などとも呼ばれる。スピロヘータの細胞壁は薄いため細胞体は柔軟であり、またエンベロープも流動性に富んでいる。この柔軟性と弁毛の働きによって、スピロヘータは活発な運動性を示す。スピロヘータの弁毛は、他の幻覚生物の弁毛と同様、菌体と接する部分を起点にして回転しているが、 この弁毛の回転によって、弁毛と接している細胞体とエンベロープも回転し、筋体全体がコルク抜きのように回転することで前方への推進力を得る。他の生物の弁毛による運動の場合は、粘度の高い溶液の中では弁毛を動かせずに運動が停止するが、スピロヘータのこの回転運動の場合は粘長な溶液中でも運動することが可能である。 また、この回転運動以外にも、弁護の働きと筋体の柔軟性によって、スピロヘータは屈曲したり、個体の表面を這うように移動したりすることも可能である。このほか族ごとに、他の細菌にはあまり見られない特徴を有するものも見られる。例えばトレポネーマ族やレプトネーマ族には、細胞体の中に、 細胞内微小管と呼ばれる、真核細胞の微小管とよく似た構造が見られる。ボレリアの細胞膜には、動物細胞の膜脂質成分であるコレステロールが含まれており、この点で、マイコプラズマと類似した特徴を持つ。またボレリアの中には、他のほとんどの細菌のゲノムが、感情 DMA であるのに対して、線状 DMA をゲノムとして持っているものがある。 ゴキブリやシロアリの多くは、窒素含有量が著しく低く、かつ難分解性の高分子化合物を主成分とする、腐食質を主食としている。こうした食物は、動物の生理的能力では十分利用することが、難しいため、これらの昆虫は、原生動物、単子菌細菌といった、微生物との共生系を発達させている。スピロヘータは、 ゴキブリやシロアリの腸内における微生物との共生系の中にも確認されているが、その機能は十分に解明されているとは言い難い。しかし、オーストラリアに分布する最も原始的なシロアリである昔シロアリ、マスタターミズ・ダーウィニーンシスでは非常に興味深い現象が確認されている。ゴキブリやシロアリの腸内のスピロヘータには自由生活するものと、 強制原生動物に付着して生活するものがあるが、昔シロアリの腸に強制している。多弁毛虫の一種ミキストライカパラドクサの細胞の表面には50万個体前後ものスピロヘータが付着して、あたかも専毛のように見える。それらは実際に専毛のような波打ち運動を行っている。m パラドクサは、 運動をこの体表におびただしく付着したスピロヘータの運動に依存していることも知られている。この現象は細胞内小器官の起源の細胞内共生説を唱えたリン・マーギュリスの関心を引き、弁毛のスピロヘータ共生起源説のアイディアを引き出した。しかし、深核生物の弁毛構造とスピロヘータの構造に著しい差があることなどから、 ミトコンドリアや葉緑体の細胞内強制説のようには受け入れられておらず、定説化していない。新核生物の弁毛の形成中心となっている中心体に独自の遺伝子があるという説が過去に伝承されたが、現在ではほぼ否定されている。今後弁毛の起源に細胞内強制説が再浮上する可能性は完全には否定できないが、今日では、 スピロヘータの共生体がそのまま弁網となったと、みなすのは困難であると認識されている。最初に微生物を発見したことで知られるレイ、レーウェンフックが、1683年9月に、イギリスの王立協会に送ったスケッチに、スピロヘータ様の螺旋菌が描かれており、最近発見の当初から、その存在は知られていた。スピロヘータという名称は、 1835年にエーレンベルクが水中から見出したら千金につけたものが最初である。病原性のスピロヘータとして最初に同定されたのは怪奇熱ボレリアで1873年のオーベルマイヤーの発見による。ありがとうございます。